天国はやはりそこにあるようだ。全てのものはどこまでか知らないが水平に落ちていく。私とディオにとってのそれはジョースターの決闘だった。携帯、僕の通じてなかったのに。決着をつけなくては。ジョースターの決闘は克服しなければ。なぜ生きてる。偶然急所を外してしまったのか。刑務所内でもオーランドでも空城ジョリーンの妨害は。あんた、医者を呼んでくれ。いる。ジョリーンの衣類の切れ端だ。この建物内にジョリーンは入る。くらえ、ダイバーダウン。空振り。血だ。だが負傷しているのも間違いない。空城ジョリーンを追って間もなく空城ジョータローがここにやってくるだろう。生きる目的とともに心の力を弱める。出てこい、空城ジョリーン。負傷していることは分かっているのだ。出てこい、空城ジョリーン。どう振れ。表面を指でたどっていく。さらにズズッと。裏も表もなければ裏返りはしない。最初にキノコを食べた者を尊敬する。最後までとことん来い。いや、確実さを待っている。それを待ってる。運命の勝利が落ちてくるのを待っている。お姉ちゃん、ジョリー。彼が感じるこのジョリーンの位置まで一緒に登ってきた。もう終わりだよ。お前にはもう味方はいないし。このフレームに突っ込ませられて意味が分かった。これだ。36時間後の新月はもう待たなくていい。逃がすと思うのか。どこまでも悪あがきしやがる野郎だぜ。成長したな、ジョリーン。シムーン、オラー。何が起きたんだ。森が外れた。森をかわしたのか。だがどうやって。感じたぞ。私を押し上げてくれたのはジョースターの決闘だった。完成だ。重力のパワーがこの体を貫いてくる。死傷者数が2000人以上とも言われるケープカナベラルの修道405号線の事故は。アナスイは一体何が。アナスイはどこ。今まで我々がいたのはあの建物の向こう側だった。お姉ちゃん、神父は。神父の位置はどっちに感じるの。奴の目が見たから買わせたのだ。だが一体。エルメス、建物の中には入らない方がいい。え、見晴らしのいい場所にいろ。エルメス。危ないぞ、エルメス。太陽が夕日。シェイク。すごい、すごいルーキーが出現しました。やっと撃った。神父が私たちから逃げるためのハッタリじゃなかったのか。まさか、まさか
これが能力の完成。